はい、どうも皆さん、こんにちは。三賢者の新平です。今日もね、言霊やっていきたいと思います。はい、でぷよぷよコラボが来ていますね。早速ガチャからやっていこうと思うんですけども、まあ、アイテムボックスちょっと受け取って、信託は誰かな。もうね、5体持ってるんで誰でもいいんですけど、陶水か。陶水結構当たるな。はい、ほいで、まずぷよぷよですね。e スポーツぷよぷよ。ちょっと今ね、音が聞こえてないのですみません。さあ、で、早速ガチャから行ってみたいと思います。ぷよぷよからほぼぷよぷよ召喚とって、生放送を見れていないんですけども、なんかどうやらこれです。これフィーバーモード、実体化に達成した時、コンボ数がバトル中合計12コンボ達成されるたび、合計12コンボ1回の凄技条件が、待って、実体化した時に達成したコンボ数がバトル中合計12コンボ達成されるたびに1回凄技の条件が2文字になる。実体化時に子供の判定でコンボをプラス1する。ってことは蓄積なのかな、これかもしれない。まあでもあれですもんね、確かこの辺か、14とかね、無理だもんね。はい、シェゾ、アミティ、リンゴ、シグ、ドラコケンタウロス。はい、あんま僕ぷよぷよが詳しくないので全然そのキャラとかもわからないんですが、まあ、おそらくみんなコンボプラ、みんなコンボプラ1がついてるわけじゃないのか。シグはフィーバーモードとチェンジガード。シグって4号なの。星6はこの3体。あれはアルルとかはもしかして後半的な。ちょっとお知らせをチェックしますね。全然ごめんなさい、前情報が分かってなくて。 e スポーツぷよぷよプレゼント、はい、ぷよぷよ召喚、まあ、この3体が引けますよと。アミティ、リンゴ、ジェゾ、シグ、ドラゴ、ケンタウロス。で、ぷよぷよ召喚で復刻するコラボ限定言霊もあるルとウィッチも出るってことか。あ、出るのかな、多分。そういうことか。おい、あ、一応あるカークも出て、ウィッチも出るんですね。ウィッチを持ってないので、できれば引きたい。はい、ということで、早速10連、引いていきましょう。おっと、いきなり。さあさあさあ、コラボはね、僕本当に月がないので、もうささっと引きたい。エンジョイぜ、ささっと引き、おー、いいね、いいね、いいね。アルルはいらないよ。リ、リンコかな？ほら。できればね、あの、4号のキャラクターたちも、手に入れておきて、リンゴ、よし。安藤リンゴと申します。何はともあれ。はい、ということで1体目は確実にゲットですね。コラボのたびに毎回天井に行く私、今回は天井行く、行くかな、これは天井行きそうですね。まあ最悪、シグとドラゴケンタウロスを手に入れて撤退。このシグかな、シグですね。シグ人気キャラだから56かと思う。あ、でもなんか覚醒シグみたいなのがいましたよね。敵で出てくるのかな、それ。はい、まあせっかくだから40円引きましょう。わあわあわあ、嫌だな。
まあでも英雄の種族なので、またこれちょっと位置や強化ですよね。さあ来た。私ドラゴケンタウロス。はい、ということで強くて可愛い最強の美少女。まあまあ4号手に入りました。この辺のね、夜遊ぶとかもあとちょっとで満腹になるので、ガンガン引いていこう。さあ残り10連、もう1体ぐらい欲しいよ、流れ星。はい、いや本当にね、僕まあ40連で1体出ればいい方、まあなんだろうけど、本当にねコラボはダメ、勝てない。モンストコラボが本当に怖い。はい、ということで、いやーきついな。まあまあ、コラボ期間中ね、クエストとかを回っていれば、ある程度石がね溜まると思うので、まあそちらも合わせて狙っていけたらなとは思っています。リンゴ、まあ、スケトウダラが必要、スケトウダラが必要で、シグもスケトウダラが必要。はい、ということで、クエストの方にはまた別の動画で行ってみようかなと思っています。とりあえずリンゴをレベルマックスにしておこう。まあ、リね、種族キラーでしょ。インテグラルは5文字で発動で6コンボで追加で敵単体に、あれか、シールドブレイクみたいなやつね。で10コンボ以上でさらに強力な攻撃と。はい、わかりました。ということで、次の動画はスケトウダラに、挑戦してみようかなと思います。皆様はガチャがいい結果であることを祈りますね。ここ最近僕ガチャ運良かったので、まあまあ月が回ってきたかなと、思います。はい、また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。